武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように三人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。さあ来い。お、いや、うん、よし、よしやるぞ。はい、いや、うん、よし。味を見て悪くないだろ。この味誰も真似できないぞ。
て。斉藤、何かあったのか。なんやと。お前、源さんのことも。井上がどうした。いや、斉藤か。井上。何があった。ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、銀の獅子の仕業でしょうかね。ああ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてる。きっと不意をつかれて抵抗すること。そうすかね。じゃあやったやつ褒めるしかない。ピストルを使ったにしろ、100人を率いる6番隊、谷といい鈴木といい源さんといい、いや佐之助さん、それはちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだ。バカ勝者やら金の方がまだまだのさまってんの。くれて、いや、三人まつわるのし、俺らが今幕府の府。捨て駒覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがとにかく俺にとっちゃ上位やら金、これ以上新選組が舐められちまうことの。佐之助、俺は京の町で飛車角になって暴れ回りてんだよ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ今日の町の宿という宿を攻めて。え？でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃない。だからそらどうでもいいっつってん。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人をつく。それを理由に。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ、沖田さん。一番隊がやんのは構わねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ、佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の府やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の府や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。
ふしゃ、いくら沖田さんじゃ。まあまあ落ち着いて、佐之助さん。とにかく俺は納得できねえ。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか。奴らが手当たり次第獅子たちを切りまくれ。無論止めるってどうやった。斉藤君、君は沖田を追ってくれ。面倒を押し付け。佐之助さんの方はどう。簡単だ。あいつは掃除とは違って、適当に酒でも飲ませて酔わせて眠らせる。平助、いいですよ、新選組で酒だ。頼む。はい。一つ聞かせ。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄。司令官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だ、沖田は井上に特別か。教えてくれ。うん、そうすれば君が追いかけてる利子、そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は分かった。伏見の屋敷町見に気をつけろよ、斉藤君。今の掃除。Hold on.
しゃいませ、どうぞ。おい。何？
さい。山崎か。伊藤さんから。三宝。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃ、なんとしても沖田さんの。それで。沖田さんは今ムクロ街で。何？井上さん殺しの犯人に目星。小無双？ご存じないですか？深い網傘かぶってよく尺八吹いて。いや、小無双のことはわかる。そうじゃなくて。さあ、私にはわかりませんが、ですが伊藤さんはとにかく一番。斉藤さんに。山崎。はあ？伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。ですが一番隊の件。どうした？お前ら。沖田さんが。あら。何？この先へどうぞ。沖田が俺に。は、井上さん殺しと見られる。そのことです。どういうこと？私の口からそれ。分かった。
起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小武装を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小武装の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小武装の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しやった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。ああ知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのかその話は。どこまでしらけるつもりやお前。本当なのかって聞いてんだ大木さん。答えてくれ起きた。死の敵討つんは弟子の務め。真の理心流の奥義味わわせたるわ。真の理心流？何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや。行くで、坂本龍馬。
Yeah!
だな。
負けたんか。井上を殺したのは俺じゃない。おそらく沖田覆面。その前に一つ教えてくれや。どうやった？俺が追っていた李神流だった。立ち筋、技、間合い。そうか、それを聞いて、これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか。あんそんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。勇ちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤はじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然理心流の。悪いね、話が話なんで。ばでもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな。それで一体何なんだ。てかれこれ一年以上前のことになる。ちょうど新選組が三風呂、その頃俺たち三風呂氏組には俺の他にもう確か芹沢鴨だ。ああ、裏の世界、つまり影として。影。三風呂氏組は将軍様の上洛警護を目的とする幕府を、俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間重助の三名。鴨に五郎。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして長倉氏、この三人はすでにこの世にはいねえ。芹沢鴨、平山五郎、平間重助、それぞれが何だと。そしてそのすべてはあの吉田。どういうことなんだ。一年前のあの日。ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術、水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。
近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎている。今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも。覚悟。あれは起きた。おい、ゴロ、起きろ。なんやねん。カモさん。来るな。お前たちは来るな。カモさん。死ね。芹沢。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿。さすが水戸天狗流。掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、鴨さん。総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ない。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この身分浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が斬られて死んだとなりゃ、浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ、解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。
やめろ。五郎、十助。俺は非情な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭の中は老子組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと？俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分老子組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなった。1年前に以来、俺たちは名を身分浪士組から新選組。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を鳴らし、浅黄色の派手な羽織で装うことで過去沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせた。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットは近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだった。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術水戸天狗流をどうしても新選組に取り、だから鴨さんが源さんになった翌日から司令官出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、今日の町か。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐野助や伊藤さん、武田といった有名な剣。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人。はあ、でもその結果あんたはこうして新選組に入り、事の真相を知りうることができたという。人生とは何がある。龍馬さんよ、これが新選組と、そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体。きっと鴨さんははじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとした時、背後から突然切ったんもはじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったらあの鴨さんが敵。井上は俺の目的を知りながら、カモの恩返しちゅうとこやな。どうだい、全てを知って。正直まだ釈然としない。どうしていい。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと。じゃあ親。それは分からん。最後までカモさんは喋らんかった。それじゃあ俺はこれから先。龍馬さんよ、もし分からない。だが覆面の男の正体なんだよ。俺は復讐がしたかったんじゃない。
真実が知りたい。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話す。うん。どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。そしてもう一つ、鴨さんから、鴨さんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。な、例の小娘の坂本龍馬。そして今になって奴は復活。おそらくは吉田東洋。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の寺田屋に、もう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋、京で活動する時の拠点の一つの。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に踏み込むつもり。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬はセリ。ああそうや。もしここで取り逃がせば。龍馬さん、いや斉藤さんよ。あんた斉藤はじ、伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけてきた吉田東洋さん。わかった。近藤さん。ん？すべてを教えてくれてありがとう。俺は新選組。そうかい。ならよ。ああ。誰か知らんけど、相手は半端なんで。心境の変化だな。誰かに文句でも言われたんや。それか手柄の一つや二つ。いらっしゃいませ。うん、ありがとうございます。ほな行くで。
この寺田屋に井上さんを殺した坂本龍馬というと。ああ、だが君は必要ない。このな、君は新入りの隊長だ。先立っての池田の一件。それはとにかく余計な手出しは結構。いや、ここの指揮は一番隊に取ら沖田君。まあ聞けや伊藤班。今さっき局長と会ったんやけど。あ、はあ、なんや、イン何、近藤局長。わしもようわからんけど、あんたを豚所に呼び出すよ。ここの試験はわしに出任せじゃないだろうな。沖田君、言うまでもないが、もしその話が別に、せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんや。私は豚所に行く。助かった。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。苦しい言い訳やったが、それより邪魔者はおらんようになったで。ああ、何や。踏み込む前に寺田屋の女将と女子、長いこと世話になってる。気持ちはわかるが、しゃあないやないか。裏口から回って。なあ、面倒やな。わしはもっと正面からババッと踏み込んで、思いっ、わかった、それでええな。はあ、ほな行くで。している。はじめちゃん、覗いてみる。どうや、誰かおるか。誰、誰かおるの。俺だ、おるよ。はじめさん、そんなとこで何してんの。聞いてくれ。今この宿を新選組が囲んでいる。え、坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの。もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに、おかみさんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを新選組が。詳しい話は後だ、急げ。行ったようやな。よし、そしたら行こうか。はじめちゃん、お逃げください。坂本様、新選組が来ます。はよ、ここから逃げて。あれはお寮の声。どういうことだ。迷うてる暇はない。もう行くしかないで。おもろなってきたやないか。行くで、はじめちゃん。ああ、やるよ。
Let's go.
二人でわしらの仲間を。お前が坂本龍馬。坂本先生にはわしらが。お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。カモさんの仇や。なんやと。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。追うで、はじめちゃん。はじめちゃん。まさか兄弟が。踊るな、そこ動くな。
見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねん、お前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。なんやと。聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。な、なんだと。これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや。坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。おい、あ、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。幕府軍官奉行並み勝林太郎や。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。どないしたんや、さっき。いや、なんでも。うん、やってくれたな、お前。おう、伊藤藩やねえか。とぼけんな、近藤局長。ああ、何やそれ。よう覚え。バカにしとんのが悪い。お前の嘘のせいで坂本。そない言うんやったら五番伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして。何やと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いてたけどさ、沖田さんもそんな。何や平助。別に俺はどっちの味方でもないですよ。なら伊藤さんが局長になった方が。平助。もういい平助。こんな。いいか沖田、これだけ覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には、俺も方針に従わねえ奴は全員。あんたもただの狂犬で終わりたくなかった。行くぞ。
なんで坂本龍馬。それはお客さんが。だが下手すりゃお前もさ、自分の命張ってまで助けるような客なのか。そうよ、うちは寺、それが寺だよ。そうか。え、俺はここを出ていく。俺も新選組の一員だ。俺がここ。いや、世話になる。始めす。もうえんとちゃう、お涼ちゃん。おかみさん、あんたなんか隠してるやろ。そろそろ。どういうことだ。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込む。俺を追って。せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べ、なんか目的。どういうことなんだ。さっきの坂本龍馬はんと、あんたはじめさんのこと好きなんやろ。好きな人に一生疑われたまま。わかりました。寺田屋に来る前から勤皇派に興味。最初は不些細な町の噂とか、そういう、それが勤皇のお役に立つからって。うちには今も。でもある日、次からは斎藤はじ、坂本龍馬に。あなたがいつどこに出かけるのか、誰と会ってるのか、うちもそのくらいならええと思っても。これ、お涼ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金。誰が置いていったかもわからんかったけど、うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの坂本龍馬とは。もともとうちの父が、それが幕府の役人に捕まって、その後京に登ってくる勤皇派の志士たち、坂本さんは、そしてはじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争いにお涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれ、女一人母親背負って生きる。たおかみさん、お涼、もう一つ聞く。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬が、なんで今日になってここに現れ、いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにも分かりません。うちが聞いたんは、今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、もうええです。おかみさん、はじめさん。いや、俺もあんたらをだ、名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え、それってはじめさんが坂本龍馬。でもそれやったらうちが会うた坂本さんは。そいつは
俺の名前を語っている偽者だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そして、竹地半平太と同じ火傷を背中に背負っていた。でも竹地さんって。わからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、富士の太田、坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら、新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は。監察役、山崎進。山崎進。あいつが。